喜び歴の和訳は、1044年、中国統一王朝の宋とチベット系王朝の聖火によって締結された和議。宋を君、聖火を信と位置づけ、宋は聖火に、毎年銀5万両、金13万匹、茶2万金を送ることなどが訳された。この頃の北宋は建国者である、朝教員からの軍事主義政策が、軍隊の弱体化を招き北方民族の侵入に、 苦しんでいた。そこで僧はそれらの民族たちに財貨を支払うことで和訳し、異民族の侵入を防ぐ方針を取った。僧の第三大皇帝の新州和0四年喫丹族の領土の戦争を千円の命により多額の財貨を毎年支払うことで終わらせた。しかしこの多額の財貨も僧の国力から見れば大した額ではなく、この後両国の平和が続き、 経済的に大いに反映した。ところが1038年リモトゾラが中国北西部に聖火を建国すると、再び国境に緊張が生じる。聖火はたびたび僧の領内に侵入を繰り返し、僧は撃退に手を焼いた。そこで僧の第四代皇帝人僧は1044年、聖火と喜び歴の和訳を結ぶ。これにより、僧を君、 成果をしと位置づけ、僧は毎年銀5万両、絹13万匹、茶2万金を送ることなどが訳され、和議が成立した。また、僧と成果との争いに乗じて、僧が僧に領土の割譲を求めたが、支払う財価の増額により両国は妥結した。和議の成立で、僧の北方移民族に対する安全保障が確立され、 その後しばしば小さな小勢理合いは発生するものの国境の治安が安定するようになった。それにより宋の国内も概ね平和が続き、文字主義のもと人僧の知性は有能な家臣にも恵まれ喜び歴の地と呼ばれる政治的な安定期を迎えた。しかし、文字主義による管理の増加は周辺移民族への多額の再平とともに宋の財政を圧迫し始め、 これに建国当初の970年頃には50万人にも満たなかった兵士数が1040年代には120万人に達するなど軍隊の拡張による軍事費の増加も重なり1048年以降財政は急速に悪化し1060年代に入ると財政支出は赤字に転落したこの財政赤字からの再建の方法をめぐり1070年代の新法。 旧法の争いと呼ばれる一連の清掃が起こり、政治の混乱と停滞を招き、僧の衰退の一員となった。一方、同年に聖火と梁の間で武力衝突が発生すると、聖火は僧、梁と対等な地位を獲得するに至った。ありがとうございます。